平井富三郎は、日本の商工官僚。経済審議長次長や、通商産業事務次官を経て、退官後、新日本製鉄社長。東京府出身。1973年に、乱受報賞。1979年に、君一等随報賞を受賞。2003年、脳梗塞のため死亡。旧制東京高校を経て、 東京帝国大学法学部を卒業後、1931年に、商工省へ入省。製鉄所書記。同期には、田村定一、山地八郎など。第二次世界大戦後の1949年、石炭町管理局長から商工省科学局長に。以後、通商産業省通商振興局長、経済安定本部官房長、教本副長官。 経済審議長次長などを経て、1953年11月17日、愛知紀一通産大臣の下で、通商産業事務次官に就任、同年同月日に、官房長には、岩竹照彦がついた。1955年11月25日に退官。俗に、岸信介、新内津三郎、美野部洋次らの主流ラインである、産業派、統制派に連なる。 1956年に、新日鉄の全身八幡製鉄へ入社し、八幡製鉄所長などを経て、新日鉄発足時に副社長に就任。1973年より、稲山義弘の後の社長に就任し、統合後の新日鉄を軌道に乗せるべく尽力した。また、1976年から1987年の間、日本サッカー協会の、 第5代会長を務めた。平井の在任期間中、現在のキリンカップの創設、インターコンチネンタルカップの日本誘致、協会の財政基盤強化など、現在の日本サッカー流盛につながる様々な施策が実現した。この功績により、日本サッカー伝道に計画された。日本官僚制総合辞典東京大学出版会、2001年11月発行。 288ページ、ありがとうございます。